テキスト田中久勝久石譲といえば、2023年3月に名門ドイツグラモフォンと契約し、第1弾アルバムの宮崎駿監督映画への提供曲をシンフォニックアレンジで収録した A Symphonic Celebration Music from the Studio ジブリフィルムズオブ駿宮崎が、米ビルボードのクラシックアルバム部門クロスオーバーアルバム部門で1位を獲得、大きな注目を集めた。さらにワールドツアーも成功させ、ポピュラー音楽からクラシック音楽に軸足を戻した現在、その活躍の場をますますグルーバルに広げている。今年6月には第2弾アルバム上皮細菌ヴィエンナを発表し、40分近いミニマル基調のシンフォニーナンバー2では、パーカッシブな楽器群と幅広い管弦楽を駆使し、情熱的でドラマティック、情緒も感じさせてくれる壮大な世界を作り上げている。さらにビオラのためにコンチェルトの新曲ビオラサーガでは、繊細かつエモーショナル、厳粛さを称えた洗練された世界観を構築。屈指の現代の交響楽作曲家としての存在感を示した。久石は20代の大半をミニマルの作曲家として現代音楽を発信し続けていたが、30代前半からポップスの領域にもフィールドを広げていった。しかしベーシックな部分にあるのはミニマルミュージックであることは間違いない。宮崎駿監督の最新作君たちはどう生きるか、2023年の音楽も手掛け、全曲最小限のフレーズを反復しながら少しずつずらしていくミニマルミュージックで構築した。そんな久石のミニマルミュージックの魅力を伝えるプログラム、ジャパニーズミニマルミュージックオール久石譲プログラムが、10月12日大阪アイオイニッセイ童話村とザ・フェニックスホールと、11月10日埼玉彩りの国埼玉芸術劇場音楽ホールで開催される。音楽監督に現代音楽のスペシャリスト中川健一、ピアニストを迎え、前半はマリンバデュオのための作品「揺れ動く不安と夢の球体」2014年を披露する。ミニマル音楽の特徴である短い音程が変拍子とともに変容していく、まさに王道のミニマル作品だ。前半ではさらに久石が展覧会「フェルメール校の王国展」のために書いた「フェルメール&エッシャー」2012年からの楽曲を披露する。久石が光の画家といわれるヨハネス・フェルメールと騙し絵で知られる漫画家 M.C. エッシャーと対峙し、描いた音楽がピアノ独奏、ピアノ三重奏、ピアノ五重奏編成で演奏されている作品集だ。この作品からミューズ、ウム、フォーピアノ、エンカウンター、フォーピアノクインテット他が演奏される。そして後半は久石が自身の原点に立ち返り、ミニマルミュージックを見つめ直したような作品で、キャリアの中でも重要作といえるアルバム「ビオリスト」を打て、2000年から選び抜かれた7曲が披露される予定だ。このアルバムは久石が映画音楽の作曲家として活躍する前に作られた曲たちが並び、サマー映画菊次郎の夏よりやキッズリターン映画キッズリターンよりといった人気曲がどうアレンジされ演奏されるのか興味が尽きない。演奏はピアニスト指揮者の中川健一どもに、令和4年度文化庁芸術祭大賞を受賞したオペラ浜辺のアインシュタイン、フィリップグラスを共に作り上げたチームを中心として、石上真由子、バイオリン森岡聡、バイオリン足立正道、ビオラ鈴木明や、チェロ長谷川淳子、コントラバス大石正則、サクソフォン井上遥、サクソフォン畑中飛鳥、パーカッション宮本康子、パーカッションの総勢10名の名手たちが集結。この
ノクラシック現代音楽の精鋭メンバーはミニマルミュージックへの造形も深く、緻密で正確なコントロールとアンサンブルが高い次元で求められる。最新作品に新たな息吹を吹き込んでくれそうだ。サマー後半は PA を使用するが、シンセサイザーやプログラミング等は一切使用しない。前半とは一転して躍動感あふれるライブ演奏が楽しめそうだ。このスタイルで祭司が演奏に加わらない形で演奏されるのは今回が初めてだ。祭司が登場しないコンサートだからこそ、その音楽の本質が炙り出されるような時間になるはずだ。映画やポップスシーンの巨匠のもう一つの顔、あまり知られていない。でも本当の久石譲の日本のミニマルミュージックの巨人としての音楽を名手たちが渾身の演奏で披露する。11月10日の彩りの国際玉芸術劇場さいたま市公演は同劇場開館30周年記念公演として行われるが、今年3月約1年半の改修工事を経てリニューアルオープンした。同会場の素晴らしい音響を存分に楽しむ機会でもある。チケットは一般6000円のほか U-25、25歳以下チケットが3000円で用意されており、久石ファンはもちろん現代音楽ファン、そして新たな音楽との出会いを求めるファンも気軽に久石のミニマルミュージックの世界を感じてほしい。